プロラクロスプレーヤーの山田幸男と言います。よろしくお願いします。2028年の LA のオリンピックをラクロスは正式競技として目指して、見る側が楽しんでいただけるようなルールにしたりとか、オーストラリアの代表をやられてプレーをされて日本に戻ってこられて、今後どうするかっていうところをお聞きしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。実際オーストラリアで代表にされて14年ぐらい、はい、ですよね、やられて、家政がずっと、ね、プレーを共にされて、まあ、コロナがあってやっぱり帰ってくる。そうですね、一旦世界大会が2017年にあって、はい、それでオーストラリアに戻ってから、18年シーズンまでやって、一旦ちょっと日本に帰ってこようと思って帰ってこようというか、一回日本に戻って、はい、今後のことも考えようかなと思ってた時にコロナになっちゃったんで、逆に今度はコロナ、日本に帰ってきてしまってたがゆえに、こう、向こうに戻れなくなっちゃったっていう。で、ちょうどでも一旦こっちで何ができるかなと思って考えるために、お家も全部引き払って帰ってきてたので、なので、まあこれも機会かなと思って、一旦は、日本に戻ったんですけど、まあプレーがやっぱりできないので、日本のチームじゃなかったんで、なので、まあ、コロナで練習もできない、トレーニングもできないって、うん、一番初めはなってたので、もう本当に生活がゴロッと変わっちゃって、はい。もうラクロス主軸の性格が、生活から全く何もなくなったって。その時に、なので、たまたまその声かけていただいて、私が大学院の、卒業もしてるので、なので大学の、先生、教員として、専任で埼玉の大学に、はい、はい。はい、教員として入ってました。あ、なるほど。はい。で、そこでは全くラクロス関係なく、ラクロスのコーチをしながら、でも教えさせてもらってた授業とかは、私マーケティングが専門なので、なのでビジネスマーケティングとか、はいはい、そういうのを教えてました。あ、じゃあ逆にそれも今も生き続けてるって感じですね。教えながらでも、実施訓練じゃないですけど、なんかそんなもね、できてるっていうことですね。そうですね。はい。なるほど。で、まあ、その場面で、まあ、引退をするっていうタイミングっていうのも、やっぱりそのあたりで考えながらだったんですかね。そうですね。実は私まだ引退をしていなくって、はい、自分のプレーは残しながらというか、チャンスをこう、見ながら、オーストラリアに帰って、もうワンプレイして、現役人生っていうのをこう考えようと思っているんですけど、はい、まあ私たちってラクロスってまだまだマイナーで、人数も少ないので、はい、まだ日本で2万人とか2万5千人とかだと思うんで、はい、なので、二軸でやるのが普通だったんですよ。コーチをしながら、プレイヤーしながらっていうのを。なので、私もコーチングで、プレイを引退してコーチしますっていうよりは、はい、オーストラリアに帰れるところを見ながら、で、この時期に、今年、はい、ようやくコロナのところも、うんうん、入れるようになってきたので、プレーを再開したいなというふうに思ってます。はい。で、そのための、まあ、コーチングであったり、また次のプレーにつながるような自分の確認だったりとか、そういう場面ってことですね。うん、そうですね、そこもありますし、今はコーチとしては、日本代表のアシスタントコーチをやらせていただいていて、次の世界大会はアシスタントコーチで出ると。あ、なるほど。で、プレーは本当に世界のトップレベルを目指すっていうプレーからは、一旦一線を退いて、で、そのオーストラリアのチームのプレーを、こう、優勝を目指すっていうところのプレイヤーとして入っておいて、で、逆に、台湾、私もアジアを広げる役とかもやってるんで、台湾の、私、ナショナルチームの監督もやっていて、はい、でもそれは、日本のランクと、まあ、台湾のランクは全然違うんで、うん、同じ大会に出ないんですね、今。ああ、なるほど。世界大会。はい、一瞬出るときもあるんですけど、今回は出ないので、うん、両方軸でやっていて。なので、台湾のナショナルチームの監督をやるときは、まあ、台湾で教えたりして、うん、はい、指導のところはそれをこう継続的にやっています。はい、素晴らしいですね。で、今、まあ、例えば日本とか台湾とかいろんなところで教えてる加減で、はい、例えばその方たちがどっかで海外でプレーをしたいっていう時には、やっぱりサポートもできる環境もある。そうですね。日本の選手たちがアメリカの NCAA という大学ですね。大学のリーグに行きたいっていう時とかに、はい、まあ、私たちがつなげてあげたりとか、そういう役に
うん、立ってあげたいなと思っていて、そこの軸を作ってたりとか、はい、まあ、世界のプロのリーグから、アメリカのリーグからプロ選手たちをオールスター呼んで、日本で国際マッチを開催したりとかっていうのも私もやってるので、ラクロスに関しては。で、そこから何か世界に出る道っていうのをつなげてあげたいなというふうに思ってます。なんか、何年か前にも西競技で。あ、そうですね。ありましたね。はい、僕もちょっと一回行かせてもらったんですけど。ありがとうございます。その時、出会ってた時にそういう話があって、はい、まあ、京都であるっていうのを聞いて、はい、あ、こういう、結構規模は大きかったんで。そうですね、大体。うん。たくさんいらっしゃってましたもんね。3000人ぐらいかなと。そうですね。はい。で、今年は4000人ぐらいのを目指しながら、11月に今予定をしていまして、はい、で、その国際マッチをやったりとか、はい、あともうラクロスの仕事としてやってるっていうのが、世界の IF の、うん、世界ラクロスの協会の中で、選手会の理事をやったりとか、はい、あとルールを決めるルール委員会っていうののチェアマンをやってたりするので、なので世界の大会のルールを最後も決めて提出したりとか、修正したりとか、例えば今2028年の LA のオリンピックをラクロスは正式競技として目指していて、はい、ラグビーのセブンスのようなイメージでルールを作り直してですね、新しく作ったものを IOC とか提出していくっていう役をずっとこう4年間ぐらいはやってたので、前回の世界大会後から。はいはい、まあでもラクロスに、時間をだいぶそこは費やしてきました。でも逆にプレイヤーだったりそういうね、はい、ルールインだったりとか、うん、いろんな視点でラクロスを見るとまた面白い、そうですね、感じにはなりそうですね。なんか視点とか見方が変わったりとか、はい、日本が勝つためにとか、はい、日本のレベルを上げるためにはこのポイントが大事なんじゃないかとかっていうのは自分の中では答えが出てきてて、あとはこうそれをこう結果として出したりすることが大事かなというふうに思ってます。そうですよね。まあルール一つにとってもやっぱりこの昔言われてた、はい、スキーの板が短くて日本人向けじゃなくて日本のね、あれが下がるとかっていうのもあるんでね、うん、そんなんかルールの中から、うん、例えばどういう戦略をっていうのが伝えられると、うん、またもう一つラクロスの面白さとかね、そうですね。そうですね。で、本当にやる人が楽しいっていうのだけじゃなくて、はい、見る側がもっと楽しんでいただけるようなルールにしたりとか、そうですね、はい、いろいろと本当に全世界から、ヨーロッパから、アメリカから、それこそオセアニアから、アフリカから、みんなでご意見を吸い上げて、で、私がもう最終チェアなんで、うん、私がこう、しっかりこう、まとめて、で、世界の協会で最後とも提出するというような、はい。だいぶキーマンですね。もうでもそれはもう任期はもうこれでもう私は提出して、強化が出て、もう終了しましたんで、あとはもう、はい。肩の荷が下りました。はい、本当に。これでもう2028年に、はい、LA か、オリンピック決まってくれたらめちゃくちゃ幸せだなと思ってます。じゃあ、その時に一番前にいるのは山田さんって感じですか？ああ、ルールを決めた、決めましたって。みんなでね、決めたんでね。でもそれがまあ一つの目標になってくると、やっぱりそれが決まっただけでも、うん、ラクロス一気に普及できそうですもんね、うん。そうですね、本当に。ってやっぱりすごいですもんね、うん。チャンスはあるかなと思ってます。はい、はい、なってくれると。ですね。まあ、はい、やっぱり僕らも野球をずっとやってて、やっぱメジャースポーツとマイナースポーツの違いって、やっぱそこになってきますよね。うん、そうですね。今少子化になってて、子供が少ない中で、うん、昔で言ったらもう野球、サッカーぐらいを選んでたんですけど、うん、今じゃもう野球一択とか、うん、サッカー一択、それしかできない人たちっていうのがいっぱいいると思うんですけど、その中でやっぱり何でもできる環境の一つでラクロスがあったら、すごいいいですもんね。いや、本当にそうだと思います。やっぱりその、これだけをずっとやっていかなきゃいけないっていうプレイヤーたちって結構少なくて、はい、夏はこのスポーツやって、冬はこのスポーツやってとか、なんかそういうこう、二つのスポーツ、三つのスポーツを同時にやってる選手たちも結構多くて、選択をこう自由にできるような環境っていうのが日本でも広がってくるといいなとは思います。そうですね。やっぱりまあスポーツって、僕ら知らないだけでいっぱいありますからね。そうですね。うん、はい。そう思います。ラクロスに関しては僕らもちょっと大学と、なんかいろいろしてた時に、意外にこう、ね、この、防具と防具の当たる音とか、はい、スティックが当たる音とかを見てると、本当にラグビー見てるのと、そうですね。激しいですからね。うん、だからこんなスポーツ、見てる方でやっぱり危ないって思われますけど、はい、ああいうコンタクトって意外に日本も好きじゃないですか。だからそんなの見てると、すごいやっぱり、ああいうのもあればいいなっていう。はい、例えば、ああいうコンタクト系で、まあ、アメリカンフットボールとかやったら、ちょっと子供たち向けにフラッグフットボールとかラグビーやったら、はい、タグラグビーみたいなのあるんですけど、うん、
ラクロスもそういう形でやることはそうですね。あの、ボールが柔らかくなってたりとか、はい、あの、接点がなかった、なしにしたりとかして、あの、子供用のルールがあるんで、今ちょうど子供のリーグが始まったところで、今どんどんと子供も増えてきてますね。うちの私のクラブもあるんです。なので子供たちが一生懸命今試合したりしてます。まあ、可愛らしくて。もう本当にもう一生懸命なんでみんな。もう私たちも本気で試合しますけど、練習の時に。手加減しない。うん。やべ、そうで、それだけやっぱり上でやられた人がそうやって教えっていうのは、やっぱり子供たちにもいい経験になりますね。そうですね。プロの人がいないのに、どうやってプロを見つけるの、うん、っていうなると、プロ野球選手っていっぱいいるんで。そうですね。ね、野球教師さんがそこら中でやってますけど、うん、現時点ではプロは今、カナダで男子の選手がやってくれてたりするんで、はい、どんどん増えていってくれるといいなと思ってます。でそれがまでさっきの、ね、台湾で監督やられてるとか、はい、いろんなつながりがあって、実際にこうやって、あ、この子やったら台湾でできるかもとか、うん、オーストラリアに行かしてみたいとかっていう選手とかっていうのもやっぱり。ああ、います、たくさん。もうみんなチャレンジしたい人たちはすぐにでもチャレンジ、してほしいなって思いますけど、まあまだまだそれで生活できるっていうのが、やっぱり保証されているわけじゃないので、自分がチャレンジすることによってスポーツが成長するって思ってやってくれる選手たちが増えるといいなと思ってます。はい。やっぱそうですね。まあどうしてもこう安定の部分もありますけど、うん、やっぱそういう環境があればプロになる人もできたりとか、うん、サポートできるスポンサーさんたちがたくさんね、そこに目を向けてもらえると、うん、プレイヤーたちもね、すごい助かるかなと思うので、そう思います。ぜひともね、そういう一つ一つのプロが成り立っていくと、うん、もうスポーツが活気出てくるんじゃないかなと思うので、なんとか子供たちも裾野を増やしながら、プロがあるっていう目標があるとね、ラクロスも一つ選択肢になってくれるとっていうのがある。はい。で僕らもこう、このサイトを通じて最初にも、運動とかスポーツを始めるきっかけになればいいっていうのはあるんですけど、まあ、子供たちのメッセージ、まあ、親御さんとかに向けて何かこう、うん、こうやっといた方がいいよとか、こういうのは目指した方がいいよっていうのがあれば、なんか一つ